する無料枠来たよ。無料枠来たよ。バッサー来るかな、バッサー。来るかな、来てくださるかな。星取りやってます。星取りやってます。星取りやってる。結構やってますよ。僕、大の装備揃ってるし。いや、じゃあレベルいくつなんですか。スパスタ58です。やっぱスパスタなの。スパスタですよ。ヘゴモさんどうですか。バトマス63。うわー、出た。転生でね。転生で63。暇なんじゃないですか。ヘゴモさん暇なの。大変なんだよ、あのね。会社でやってるじゃない、うん、会社でやってる、マルチとかやってて途中で人が入ってきてさ、ミュウさんいいですかって、ちょっと待って、ちょっと待って、マルチだ、仕事と、ね、今3人一緒に、ね、迷惑かけられないそれ正しいみんなでやってるから、青山さんがいらっしゃってくださって、ね、いらっしゃいますね。 あれですよ、堀井さんと本田翼さんのステージを見に来たはず、行こうと思ったら途中で三宅リッキー組に呼び止められて仕事の話をしてたらそのまま捕まってしまいました。こっち濃い濃いコーラなの。立ち飲み屋感増しましたね。いろんな話で青山さんに聞く。もうでもだいぶ話しましたよね、旅行できない。さっきも言ってたんだけどね、青山さんともう10年以上やってるわけですよ。10年。そうだね。いや正直さっきなんかここのちょっとね、さっPC が繋がらないみたいな話になって、なぜか青山さんがちょっと青山さんお願いします。今日は緊急対応しないつもりでこう来たんですけど、PC が繋がらないって言ってるその開発スタッフがいてですね、緊急でこうメンテナンスモードに入りました。仕事しますね、青山さんは。青山さんいなくなったらもう終わりですよ。いや、終わり終わり終わり。優秀なプログラムは言ったんで大丈夫です。ちゃんとね、チームとして。そうです、そうです、そうです。あのね、俺は終わると思う。でもいつかはね、うん、いつかはこうね、そうそう、まあそうだね、だ多分クローンをね作っとかないで。でも青山さんがいなくなったらジャックポット出せなくなりますよね。そうだね、仕組みなんだ。違う違う、それは違うの。確かに青山さんが出してくれてんじゃない。確かになんかどっかで青山スイッチがあるとか言ってましたけど、ないないです、ないです、大丈夫です。いや、あるでしょ、あるでしょ。どこにあるのかな。そうですか、左乳首ですか。そこにある。そういうとこどうなんですか、ここは。いや、でも俺ドラクエ10チームのね、俺ねすげえなと思うところなんだけど、これね働いてる人みんな共感してくれると思うんだけど、あのねすごくこうね優しい上司と厳しい部下がいるのよ。このバランス感なのよ。甘えさせてくれるの上司が、はいはいはい、だけど下は厳しいの。お前何してんだよみたいな、ね、ところをねバンバン突っ込んでくれるから、このバランス感で成り立ってて、これ、ね、じゃあリッキーさんは今優しい上司側。あ、いや、いや、優しい上司、俺大体中間にいるんだけど、中間いやー、そんなことはないですけど、もうこだわるとか、ほんとこだわるで、もう現地帰らせてくれないですか。でもリッキーさんがこだわるところって幼女だけでしょ。いや、違う、こういうところじゃない、違う、いや、それ成田だってそこは成田がやったんだよ。イルチェラちゃんばっかり見てるからでしょ。いや、でもね、こういう遊びやろうぜって言った時に、あのね、あったかもう堀井さんも含めて筆頭だけどさ、なんかあったかく見守ってくれるのね。なるほど、やりたいようにやりなよって。そうそうそう、だけどその下側が「お前それどうや!」ってみんなでバーンって突き上げて、そこでね、いい感じのバランスが保たれる。なるほど、仕事がはかどるんですね。リッキーさんも人取る時に割と生焼きの人好きでしょ。そう。いや、私もそうなんですよ。そうなの。あのね、そう。なるほど。でもおじさんって生意気な人好きですよね。そうかもしれない。そうかもしれない。多分ね、おじさんになってきてるね。偉くなると寂しくなるから。そう。来てくれなくなる。あ、そうね。やっぱそうなんだ。まあ怒られなくなってくるね。そうそう。だからうちのマシルタとかもすげえ生意気なやつばっか好きだ。もううちのじゃなくなっちゃった。まあいろいろあって。伊予さんもそうだろ。記憶はね、また違うんですよ。あ、また違うんだ。独特なんですよ。あ、そうだね。いろいろあるんだ。でもね、多分ね、実際自分が若い時にそうだったんだと思うんだよ。あ、生意気だった。そうそうそう。上司だろうが関係なし、ガーンって行くだけだったから。なるほど。そうです、私もそうでしたね。大人になったんですね。そうそう、そうしましたね。上の方が言いやすいよね。あ、そうあります。下に言いづらいんだよ。あ、そうだね、そうだよね。そっか、部下を抱える人たち、V さんも。僕はいないです。これ？いや、いるでしょ、全体以上でしょ。部下はいないですよ。仕事相手にその中地屋とか一緒にやってもらってる人いますけど、部下っていうわけじゃないんですか。としてはいないですけど、部下。へー。部下を抱える人たちのその教訓みたいなのはないんですか。
まあ、俺は注意してるんだけど、うん、やっぱね上司と部下ってこういうことをもっとこうしないよって言った時に、うん、あのねこの高さ分のねあのなんだ重圧が同時にかかっちゃうんだわ加速で加速度的にゴンっていくから分かった分かんない分かんない分かった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 上司から、うん、もっとこここうしないよって言ったやつって、うんうん、あの対等 の, その同じ立場の人に言う注意とは全然違ってて、うん、その部下に対してその何だろうな非こう何だろう地位的な高さのところが加速度的にいや高いところからこうバンハンマーで殴っちゃうみたいな状態になるからここをある程度加減しないとダメなんだな。っていうところを30代の時に学びました。今のは加減して今なんですね。そうです。あれ加減してないで僕は相当加減ダメあまだダメだったかなるほど、結構ねさっきの楽屋で面白かったのが、うん、焼肉食べたら頑張れますってどんな感じなんだろうダメなんですいやいやいやこのコンテンツ量を保つためには嘘でしょこのコンテンツ量を保つためには、うん、あのごめんな君たちちょっとしばらく休み出して頼まなきゃいけないよっていうところを上司が言った時に、うん、あの若手のね、うん、あのブランダー人が、うん、あの休みないのはいいですそれから焼肉食べさせてください中学生かお前らってかわいい私もスクエアニックス入ろうかしら焼肉食べ放題ですね。焼肉食べれるならすごい社会派の番組になってしまったどうしよう。それだけみんな楽しく作ってるなんであの僕はまたポケットマネーから焼肉また食べさせに行かなきゃいけないなと思いました。なるほど。いいじゃないですか。どうですか皆さん、青山さんに聞きたいこととかないんですか。ちょっと、ね、出していきましょうよ。せっかくだから、ね、ここ結構濃い話して大丈夫っぽいから、うん、誰も見てないから大丈夫ですね。誰も見てないから誰も見てないからキラパン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 問題キラパン問題が起こってる。キラパンを仲間にしたい。違うんじゃない多分。違うの。なんか知らないやつが起こってる。すごいキラパン。ちょっと詳しく詳しくキラパンって何ですか。 KWSK 仲間にさせてほしいと。うん、あスキルポイントはね今ちょっと考えてる。ごめん、うん、あ本田さんが言ったってこと。うんうんうん、あ本田さんがキラパンさん。あごめんこっちね全然その情報入ってないんだよだから聞いたことないそうなんだこれ完全にもうおでん食ってましたもう捕まったからもうそうしか来ないからねキラパンは仲間にごめんごめんちょっと後で確認しておきます。そうしますね。確認します。スキルね。スキル問題もそうよ。足りない足りないよね。足りない。足りないよね。ごめんね。今ちょうどホットな話題で今開発内でもやってるから、うん、ちょっと待って。そこは、うん、待ってください。ちょっと待てば。ちょっと待てば。バランスだもんね。うん、だってもう180でしょ。3食ぐらいしかできなくなっちゃったし。待って。待つ。待ってください。でもなんか、うん、一応その一緒にプレイするっていう意味では、うん、なんかその専門職みたいな何個かうまいのがあってやるっていうのはいいと思うんですよ。うん。そっちでやるときは結構辛い時は。そうなの、なんか変な職とか魔線とかばっかりになっちゃう、うん、じゃあ変な理由その魔線をディズルなお前は。違う言い方、言葉のあやだよ今のは。なんかやっぱ前リリーさん言ってたけど全部結局完璧にできちゃうのもちょっと面白くないなと思うんですよ、うん、自分の職、俺、まあ、旅芸人とかはなんとかできるけど他の職できないみたいなのをなんかそれぞれの職がやっぱみんないるとあった方がいいなっていう気がするんですよね、うん、だからそんなに別にマックスに触れなくてもいいけどまあもうちょっと欲しい感じがしますよね。うん、受け止めます。チリンチリンさん、はい、求められた、はい、じゃあここはしばらくこの話してます。はいまたね。